多治見シネマは、かつて、岐阜県多治見市西区町三丁目にあった映画館。1925年1月5日に、キネマ多治見館として開館し、高度経済成長期には、大英作品を上映する多治見大英に改唱した。1990年4月には、コロナグループ参加に入って多治見シネマに改唱し、2004年1月31日をもって閉館した。 多治見シネマが閉館したことで、岐阜県東農地区から映画館がなくなった。開館年の1925年に来館した、栗島澄子ス八百1893年には、岐阜県時紀群多治見町西町3丁目の白木神社の北側に西ヶ原遊郭が移転し、この地域は遊郭を中心に賑にわいを見せた。1925年1月5日、 タジミ町発の常設映画館として、白木神社の南側に、キネマタジミ館が開館した。同年3月には、愛知県名古屋市などでも人気があった、母9館、大魔ニュース爆ットの盗賊などが上映されている。8月に、日活の、大地は微ほほ笑むが上映された際には、女優の飯田町子やクリシマスミコが、舞台上で挨拶を行い、超満員の観客から喝采を浴びた。 1931年11月には、田中絹代主演のマダムと女房が上映されたが、この作品は日本初の本格的な陶器映画である。田嶋館は愛知県瀬戸市の映画館と連携して経営されたため、帝国から1時間も上映開始が遅れることもあった。昭和20年代末に上映された七人の侍。 太平洋戦争の戦時色が濃くなった1944年には、豊岡劇場と共に、田地見館も閉館しており、田地見で営業を続ける映画館は、えのもと座のみとなった。戦後の1947年には、ハンフリー・ボガート主演の、カサブランカ、マルク・アレグレ監督作、乙女の湖、ビクトル・ユーゴー原作の、ノートルダムのセ瀬虫男、セシル・ビー・デミル監督作、 大平原などの洋画が相次いで上映された。同年の邦画では、ボ房の石、成瀬キ清作、鶴八鶴次郎、長谷川和夫主演の、東十郎の恋などが上映された。昭和20年代末には、黒沢明監督作、七人の侍、三空ひばりと市川雷蔵が共演した、歌子読みを夏、聖十郎、ウィリアム・ワイラー監督作、ローマの休日、 ビクター・フレミング監督作、風と共に去りぬなどが上映され、七人の侍などは、とても人気があった。田嶋市立池田小学校は、クラス全員で小学校から、田嶋館まで歩いてから映画を見る、鑑賞会を行っていた。映画黄金期の田嶋には4館の映画館があり、キネマ田嶋館の他は1882年に、芝居小屋として開館した榎の木元座。 1947年に、豊岡劇場から改称した文化劇場、1956年1月26日に開館した、多治見島映だった。映画黄金期の昭和30年代には、東農地区だけで約20館の映画館が存在した。田島シネマ北川の白木神社1966年以後には、キネマ多治見館が多治見大映に改称し、流行の喜劇シリーズなど、 大英作品を上映した。高度経済成長期のテレビの普及や、娯楽の多様化などが理由で、文化劇場は1963年11月に閉館し、江ノ木本座は1970年4月に閉館し、田嶋の映画館は、田嶋大英と田嶋東英の2館となった。1970年代には、山口桃え主演の青春映画などがヒットした。 1980年の田巳市にあった映画館は、田巳大映と田巳東映の2館だった。田巳市市通社編下が刊行された1987年時点では、東農地区全体を見渡しても映画館は、田巳大映と田巳東映から解消した、田巳グランドのみである。1980年代末には、田巳グランド1.2も閉館し、田巳大映は、田巳最後の映画館となった。 田ジ大英は、高山市の鉱山京国大英なども手掛ける、第5工業株式会社が運営していたが、1980年代後半からは、レンタルビデオの普及などが理由で経営が悪化した。1990年4月には、愛知県小牧市に本社を置いて、アミューズメント施設を運営する、コロナグループ参加に入った。コロナグループは効率化のために館内を二館に分け、タジ大英から、 タジミシネマ1.2に解消した。さらにカラオケコーナーを併設するなどして、経営改善を図った。1998年1月には、タイタニックが大ヒットし、月間観客数は約1万5千人だった。しかし駐車場が狭いという問題は克服できず、また同一施設内に多数のスクリーンを持つシネマコンプレックスが台頭したことで、 2003年10月の月間観客数は約2200人にまで落ち込んだ。同秋に閉館が決定し、2004年に1月31日をもって閉館した。最終日の上映作品は、ファインディングにも、マトリックス・レボリューションズ・ラスト・サムライだった。田地見シネマが閉館したことで、中津川市や江名市なども含む東農地区から映画館がなくなった。 田ジ市から最も近い映画館は愛知県小牧市にある小牧シネマワールドであり2004年4月6日からは岐阜新聞と農番に小牧シネマワールドの上映時間情報が掲載されるようになった田ジシネマは1925年の開館から2004年の閉館まで同一の建物を使用していたが この建物は2007年から2008年頃に取り壊され駐車場となった跡地の右隣には谷口美容室が建っている。ありがとうございます。